風から馴染みのある匂いがすると思ったが、やはりお主らであったか。カズハ、久方ぶりでござるな。まさかカズハも肝試し大会に参加してたなんて。ほう、それはまた何故？拙者と肝試し大会は相入れぬか？いやいや、オイラはただカズハの怯える姿を見たことがないだけだぜ。カズハはいつも淡々としてて、怖いものなんか何もなさそうだからな。過分でござる。何年も寝なし草をしていると怪談もよく耳に入ってくるもの。実は時に自ら経験することさえあったゆえ、次第に慣れてしまっただけでござる。やっぱり怖くないんだな。でもだったらなんで肝試し大会に参加するんだ？シャブ業が肝試し大会の報酬を大げさに宣伝していると聞いた。お主らが参加しに来ることも想像がつく。久方ぶりゆえここで会うのも悪くはない。別れの後の久々の再会はいつも心躍るものでござるな。オイラたちのことを待ってくれてたのか。さよ。最近の旅は順調でござるか？絶好調だぜ。そうだ、さっき巫女のお姉さんは肝試し大会に参加するには仲間が必要だって言ってたけど、カズハはもう見つけたのか？まだでござる。お主らは拙者と組む必要があるでござるか？よかろう。では共に回ろう。拙者も肝試し大会に参加した経験は少ないゆえ、こたびここでどのような新鮮な体験ができるのかは存ぜぬ。どうやらお相手を見つけられたようですね。ちょうど試合も始まります。では肝試し大会の1回戦で探してきてほしいものを発表しますよ。その名も団子牛乳です。団子牛乳？玉木さんからご提供いただいた団子牛乳が現在鎮守の森のとある場所に置かれています。方向を示す道しるべが置かれていますが、分かれ道もございます。また道中ではあらゆる怪しいことが発生するかもしれませんので、くれぐれもご無理なさらず。退出はいつでも可能です。準備ができたらどうぞ始めてください。行こうぜ。他の人に先を越されないようにな。オイラの気のせいか。なんだか今日の鎮守の森はいつもよりも不気味な気がするぜ。拙者の感覚ではいつもと変わりないでござるな。一つ昔話でもしよう。かつて各地を旅していた時、とある橋を渡ったことがある。かの地にはこういうことを話してくれる者がいた。夜に橋を渡ってはならない、不吉なものに遭遇してしまうからと。聞けばその橋でとある恋仲が川に落ちていったことがあり、その恨みは橋の上空に集まってよどみ、長い時を経ても散ることはなかったという。そこで拙者はわざと夜になるのを待って橋を渡ってみたのでござる。すると、やはり橋の上から話し声が聞こえたのでござる。それで？耳を傾けてみれば、それはある夫婦が金品をゆすり取るために悪霊を演じた挙句、
分け前が公平でないと喧嘩している声だったのでござる。そちらに何があるのかは拙者も気になるが、まずは道しるべに沿って進むのがよかろう。いきなり怖くなくなったな。悔しい。そこにいるのは何者でござる。お前らに取り付いて俺の冤罪を晴らしてやる。冤罪があると言っておった。話を聞けば力になれるやもしれぬ。俺に助けは不要だ。お前らに取り付いてやる。ほら、助けはいらないってさ。早く逃げるぞ。わっばっし、頼むから何も言わないでくれ。そちらに何があるのかは拙者も気になるが、まずは道しるべに沿って進むのがよかろう。行き止まりか。ここには何もなさそうだけど、間違った道に来ちゃったみたいだな。他の道を試そう。待ちくたびれたぜ、牛尾。何者？おかしいな、このチビ怖くねえのか。牛尾、もっと大きな声を出せ。そう来なくちゃな。どうだ、ビビったか。なるほど、ここは脅かされたふりをした方が良いでござるな。おや、どうやら拙者たちが一番先に着いたようでござるな。なんでそんなことわかるんだ。空気中にある種の甘い匂いが漂っているゆえ、丹後牛乳はそう遠くないであろう。本当に？あ、本当だ、あそこにあるぞ。よかったぜ、オイラたちが一番乗りだなんてな。でも、このカカシ…気をつけるがよい。うわあ、あいつ立ち上がったぞ。生きてるのか。なんだよ、最後の最後にオイラをビビらせやがって。でも、これで終わりだよな。そうだよな、あたりには何もなくなったみたいだし。どうやら試練というのは想像よりも難しくなかったようでござるな。なれど、お主らと一緒に体験できたのは趣深いことであった。団子牛乳も見つけたことでござるし、来た道を戻ろう。どうした？そこに何かあるのでござるか？なるほど、彼女も肝試し大会に来ていたでござる。不必要な面倒事を避けるため、拙者はここで退散するでござる。団子牛乳は大量にあるゆえ、拙者は半分を持って帰るとしよう。では、また。